介護事業者としての秋田県内初の外国人技能実習生の受け入れ。現地での面接を重ね採用した3人がもうすぐ秋田にやってきます。出迎える側もちょっと緊張。おはようございます。お疲れ様です。よろしくお願いします。どうだく寒い寒い。そっか。やっぱり寒いと。やっぱ寒い。いやよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。ようこそ。ようこそ秋田。季節は晩秋。色づく山々の景色は彼女たちの目にどう映ったかな。ここが3人がこれから暮らす寮。あと電子レンジ。電子レンジ。あと何かあったかな。あ、冷蔵庫もあるね。以前新聞社の社員寮だった建物にはプライベートスペースはもちろん広いダイニングキッチンや多目的な和室もあって楽しく暮らせそう。アイロン、はい、どこで買いますか。そっか、アイロン買う買う買う、はい、あ、いいやつ。そうやって、あ、言ってくれる欲しいもの、はい、うん、遠慮なく言ってもらった方がいいのでね。アイロン以外は何かある？アイロン、あと他は？あと何か欲しいのは？アイロンだけ。アイロンか。私たちの事業所があるのは秋田県でも小さめの町。外国人技能実習生が地域に溶け込めるよう日本人スタッフが1年ほど前からこの建物に暮らし、地域の皆さんの理解を深める準備期間を設けました。荷ほどきを始めたため、めちゃめちゃ無料です。苦労して持ってきたのはたくさんの調味料でした。辛い？私いらない。でも辛くないです。私たちにとって辛くないです。ということは私にとって辛い。その日の午後、早速事業所へ。あと名前覚えてもらわないと多分大変だと思いますけど。こんにちは。こんにちは。はじめまして。私の名前はネル・イラワティと申します。ネルと呼ばれています。で呼ばれてください。こんにちは。はじめまして。私の名前はフィフィン・アユニン・ティアスです。フィフィンと申します。今年は22歳です。私の趣味は料理することです。はじめまして。私はフリニと申します。今年は19歳です。インドネシアの北スラウェシから参りました。どうぞよろしくお願いします。はい、私の手料理食べてください。ごちそうします。楽しみ。似てるよね。似てるよね。はい。かわいい。かわいいでしょ？かわいいよね。もっと綺麗、もっと綺麗。いや、かわいい、かわいい。新しい環境に飛び込む時の緊張や不安は誰だって一緒。
私たちは仲間として彼女たちを迎え入れ、一つのチームとして支えていけたらいいと思っています。ブルー、どうしよう、オレンジ、グリーンとブラウン、ピンク、オーケー。入る前にちょっと舐めてみて、こっちの、あの日本の調味料の味、これ、ほら、塩さんの豚からなんてら秋田に来て3ヶ月、利用者さんとも笑顔で接し、積極的に学ぶ3人の技能実習生。皆さん、おいしい、私たちの授業にも新しい風をもたらしてくれたようにも感じる彼女たちの明るさ。彼女たちは単なる労働力ではなく、日本に学びに来ている3人の情熱を持った若者たち。いずれ母国に戻ったとき、介護現場でリーダーシップを発揮していることを願って海外からの技能実習生の受け入れは、多様化していくこれからの時代の一つの可能性。彼女たちと一緒に成長しながら、これからの未来を作っていきたい。